はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男第46話の2番。2番できました。さあ、2番はというとですね、前回1番は考えるだったので、今度は2番の感じるの方のところ、行ってみたいと思います。2番、感じるですね。で、感じるとは、というところで、この思考をたくさん巡らせて、自己対話した結果考えるというプロセスなしに見えてくる部分、まあ、考える速度が速くなるよと言っていただいたんですけど、本当にこの感じるっていうことは考えるの上位互換、上位変換というか、まあ、繰り返されて考えるが繰り返されて本当に感じる部分に到達するもので、なかなかこの感じるっていうところまで到達するのは、なかなか本当に感じる、考えるをやり続けた結果じゃないと到達しないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このテーマが一番わかりやすいかなとは思うんですけど、このお金を稼ぎたい。もうお金を稼ぎたいですと、お金を稼ぎたいですってこう考えた時に、じゃあ稼ぐためにどうすればいいんだってなると思うんですよね。一体どうすればいいんだと。で、まあ、今までの講義ちょっと振り返ってみると、まあ、人生のチップ、手持ちのカードを使っていくしかないよと。で、明日まで待っていてもやっぱり時間は解決してくれるわけじゃないと。時間は解決してくれるわけではないし、まあ、そもそも、まあ、今の人生っていうのは先延ばししまくった結果、まあ、今日に至ってしまってるんじゃないかと。でもこういうことを講義で言われ、そしてですね、まあ先延ばしが習慣にしてしまって、やり残したことの多かった人生じゃないですかと、まあ、根拠のない希望だけ未だにちらついていませんかと。誰かが稼げるって言うんで、じゃあ俺も稼げるかもしれないなっていうところだけずっと心に残っていて、やるぞやるぞやるぞで止まってるっていうところ、で自分は一体今何ができるんだろうっていうところを考えたりして、時間が過ぎていったりすること、まあ、よくあるし、自分もまあそうだったんですけど、じゃあ手持ちのカードを何があるんだっていうところで、これも前回の講義だったと思うんですけど、まあ、自分の過去の栄光をひけらかしてもまあ仕方がないよと。逆にそのマウント取り合戦みたいな、マウント取り合戦 俺はこうだぜ、いやいや俺はこうだぜっていう、この不毛な戦いに発展するんではなくて、自分のまあ、弱さの弱い部分ですよね。自分の弱かった部分とか失敗したところ、まあ、こういうところをしっかりと表現していくことで、他の人との信頼だったり、共感を得るっていうところをやっていくのが一番、まあ、マイナスの資産を、マイナスをプラスの資産に変えるっていうところですね。まあ、そういうところをまずやっていくっていうのが、今、手持ちのカードあるんじゃないのっていうお話続いたんじゃないかなと思ってて、じゃあね、どんなスキルを身につけたらやっぱ続けやすいのかっていうのをしっかり考えるべきかなと思っていて、本当にそれは人それぞれ違うと思っているので、人がね、これって言ったからといって、それが合ってるかどうかって本当わかんないところがあるんですよね。ただまだ前のね、講義ではその、今やっぱりテクノロジー、IT テクノロジーをしっかりつけていきましょうと。まあ普通の働き方、一般の方っていうのはやっぱり、パソコンは使ってるけど、そのパソコンをしっかり使いこなしてる人は少ないし、じゃあその YouTube を見る人はいるかもしれないですけど、YouTube を使いこなしてる人って職場にどれだけいるのかと。逆にその職場の人が全員 YouTube 発信してるっていうんであれば、それはやっぱりちょっとすごいなみたいなね、いうところもあったりして、なかなかやっぱり YouTube 発信してる人って少ないんじゃないかと思うし、まあ言わないような気もするんですけどね。まあというところもあるのかなと思って、まあこのね、IT テクノロジーをいかに使いこなすかによって収入のアッパーっていうのが変わってくるんじゃないかと思ったりもするんですけどね。やっぱりやっていくと、まあこれはもう、これを聞いてる方は気づいてるのかもしれないんですけど、あれこれ中途半端にしても、まあ、結果が出ないなーっていうところはもう身をもって感じてたり、
まあ、いろいろ人生経験で感じてたりするところで、そうなったらやっぱり稼ぐとは何なのか、稼ぎ続けるとは何かってこうずっとやっぱり考えると思うんですね。なんでうまくいかないんだろうなとか、なんで同じこと失敗しちゃってるんだろうなとか、まあ、そういうとこをこう考えていくと、やっぱり自分はもう凡人だと、天才じゃないんだ、やっぱり一点に絞ってこう突破しないといけないんじゃないかっていうところに、こう徐々に徐々にこう思考がマインドシフトをしていったりもして、だからこそ、まあ、稼ぐとは何かとか、稼ぎ続けることは何かっていうところをずっと追い求めるというか、考えた結果、やっぱりそのもし YouTube で稼ぐたいっていうんであれば、まあ、日々ね YouTube の動画を作成して、まあ、対価を得続ける、まあ、動画を作り続けるしかないなっていうところに今最終的に落ち着いてしまうんですね。どうしたって、どうしたって 結局はやっぱ動画撮るしかないなって、 YouTube で稼ぐなら、そうなるとやっぱり一点集中で、まあ、できることをコツコツ積み重ねるっていうところに、まあ、行き着くんですよね。考えていくと、どうしてもこう思考がどん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 深くなっていくと、まあ、過去の今こうやって、こうね、やっぱこうずっとこう振り返ってこう逆にこう追ってるだけなんですけど、だからその後ろから考え方ですよね。やっぱりなかなかこういろいろ考えていくと、結局やっぱりちゃんとやるしかないのかなっていうね、ちゃんとやるって言い方があれですけど、しっかりとお金を稼ぐっていうことに向き合ってやっていくしかない、いいなっていうところにたどり着くんじゃないかな。答え、なんかここはみんな同じところにたどり着くんじゃないかなと思うんですよね。まあその中でやっぱりやってるうちに集中力なかなか持たないんだけどっていうところは当然あるし、誰しも人間なんであると思うんですけど、それもまたね、それもまた 結局稼ぐとは何か、稼ぎ続けるとは何かっていうのをこう何度も何度も何度もこう考え続けることによって、なるべく無駄な時間を過ごさない方がいいなっていうことに気づいていくんですよね。やっぱり集中力がそんなになかなか持つ人間ってなかなかいないので、いかにじゃあ集中力がないんであれば、やっぱりこの無駄な時間を過ごさないっていうところに今度削いでいくみたいな。そして、テクノロジー、やっぱ IT テクノロジー、パソコンを使っていくとどうしても情報がいっぱい拾える代わりに、情報排除技術っていうところもしっかりと身につけてないと、どえらいことになると、まあ、あっという間に時間なくなると。だからこそこのメリハリを大事にして、まあ、短時間でビシッとやるとかね、そういうところを考えていったり、あとはなるべくその金にならないことはやらないと、まあ、家族とかそういうその自分が最も一番大事にすべきところには時間を使ったり、まあ、お金はね、取られたりか、お金はどんどん、ね、減っていくかもしれない。それ以外のことになるべく時間を使わないっていうところをこうどん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 こう洗練されていくというか、そういう考え方になっていく。だからこそこのやっぱり稼ぐとは何か、稼ぎ続けるとは何かというところをずっとこう真剣に考えていくと、徐々に徐々にこの考え方が洗練されていくっていうところになるのかなと。今回その感じるっていうところを、お金を稼ぐっていうね、ところにちょっと置き換えていろいろ話してみたんですけど、本当にこのやっぱり、稼ぐっていうことに本当に真剣に考えていくと、結構振り返る点がいろいろあったりして、自分に対してこう律するというか、自分の気持ちを強く持っていくっていうことが大事になったりもするなと思っていて、だからこそそのこの決断が早くなり、やっぱり修正も早くなっていくと思うんですよ。まあ、この感じるっていうのは今度はお金を稼ぐっていうところで、この第46話の2番を話していってるんですけど、まあ、いろいろ考え込んで手が止まってしまうっていうことは当然あるし、なかなかこう迷うっていうところもあるんですけど、やっぱそうなってくるとどんどん時間が少なくなってくるんですよね、本当に。手が止まってる時間ってすごくもったいなくて、で考え込むことも必要ですけどもね。まあそれよりももう、とにかく全てが、まあ、テストだからもうやってみようみたいな、とにかく全てがテストだからやってみようっていうところをやっていくとすごくいいのかなと思っていて、まあ、当然ね、うまくいかないこともあると思うんですけど、まあ、うまくいかないこと、
うまくいかないことでも、その結果が得れる。うまくいかないことでも、そのエビデンスが取れるというか、検証できるというかね、うまくいかないというデータが取れるから、うまくいかないという結果が出れるのですごくいいのかなと思っていて、なので、まずやってから、その結果を得てから考えるっていうのも一つの手というか、そういう考え方に徐々に徐々にやっぱりシフトしていったりするんですよね。これは本当に決断のところ、もう修正も早くなるっていうところにとても近いところになるんですけど、そしてこの他人の意思がそれほど重要ではなくなるというところも本当に分かってくるところで、そのあんまりその他人の情報がもう目移りしなくなってくるんですよね。他人がその何をやってるか気にならなくなってくるというか、自分にそのこのやっぱやってないとどうしてもこんな情報があるなとか、あんな情報があるなとか、他人がどんなことやってるのかとか、他人がこんなに稼いだっていうのはすごく気になってくるんですけど、もう自分にこう集中していく状態にこう入っていく、ゾーンじゃないですけど、本当に自分に、気持ちを入れていくと、目の前にだけ見るようになっていて、だから本当にこっちの方がもっと稼げるぜ的な情報にこう負けなくなるんですよね。やっぱここっていうのがすごく自分的にはすごくいい状態に入ってるんじゃないかなと思ってて、だからこそこの他者の意思がそれほど重要でなくなるっていうところになっていく、そしてこの家族自分軍団が選別されるっていうところもすごく、これもこの稼ぐっていうところになっていくと分かりみが深いというか、もう自分のこの所属しているコミュニティの過度依存が消えるとは思っていて、どうしてもこの不安がいっぱいだと、どうしてもこう寄りかかりたくなっちゃうんですよね。それはすごく仕方がないことで、自分のメンタルが保つためにも仕方がないとは思うんですよ。やっぱり将来不安だし、今も不安だし、会社に行ったら会社の仕事をすれば少しは、ね、そこに仕事してるときは忘れられるかもしれないですけど、やっぱふとしたときに今現在のこと、将来のこと、過去失敗してきたこととか、いろいろこう出てくると、やっぱどうしてもこう依存してしまうんですけど、その状態がない状態、本当に自分の目の前のことに集中している状態っていうのに入れると、すごくメンタルが安定するんじゃないかなとは思っていて、そしてここですね、どうしてもこの「あ」が出てくるのが気に食わなくて失敗しちゃったなって思ってるんですけど まあいいや、自己満足で満たされ幸せに近づけるということで、そのやってることを今やってることっていうのことに満足できると、すごく自分の中で満足度が高くなってくるんですよね。それは自分自身もすごくあって、今日もしっかりできたと、今日もしっかりできたっていうところに自分自身 OK に出せるのかと、やっぱり不安な時って何もやってなかったり、どうしていいかわからないって言って、甘いいい時間の使い方してなかったりすると、すごく後悔だけが残るんですけど、ともかく今日はしっかりやったと、しっかりできたっていうところをやっていくと、なんか自分自身が、今日は良かったなと、よし、じゃあ明日も頑張ろうっていう気持ちになる、ここのやっぱりサイクルができるってすごくいいのかなと思ってて、今やってることにしっかり、今日はしっかりできたなっていうところを満足して、そして自分自身に OK、よかった、よしよし、やってるやってるっていうところを出して、そしてね、じゃあ明日も頑張ろうっていう、このサイクルがうまくこう回っていくとすごくいいのかなと。もちろんこれをやってるだけだとね、もちろんやっただけではダメだよって、もっとね、この上位のレベルの声も聞こえたりするんですけど、自分はそのやっぱり最後、やっぱりここなんですよね。いつもこの子出すんですけど、やらないよりはやった方が絶対いいよねっていう、最後そこに落ち着ければ、ここさえあればとりあえず前に進んでるんでいいのかなと思っているので、本当にここ、もちろんね、やっぱりここっていうのは大事だと思いますよ。あんまりこればっかり言われ続けると、やっぱ心が苦しくなってくるので、それよりなら自分はこっちの気持ちの方がすごく、性に合ってるとかやりやすい。もちろんね、この、もっとダメだよ、ダメだよって言われた方が、伸びる人もいるんですけど、どちらかというと自分はこっちですよね。やった方が、今日も頑張ってるよっていう方がね、すごく性に合ってるし、この
形がすごく自分はいいなって思ったりもするんですけどね。はい、ということで今回はね、感じるというお話、今回の感じるは稼ぐ、お金を稼ぐっていうところにフォーカスしてちょっとお話ししてみたんですけど、まあほとんど自分の話ばっかりだったんですけど、まあなんかそうやってこう考えていくと、行き着くところは少し近い、皆近いところになっていくのかなと思ったりもしましたね。はい、ということです。次ですね。第46話の3番。3番は影響を受けるっていうお話をまたしようかなと思っているので、また次回というか、これからスライド 作っていこうかなと思います。はい、ということで、第46話、気になる男2番ですね。2番、これにて終わりたいと思います。ここまでは覆面 YouTuber 高がお送りいたしました。久保さん、ありがとうございました。